東京商科大学教授時代の高瀬総太郎高瀬、総太郎の肖像画、高瀬総太郎は、日本の会計学者、政治家。肖像医、君一等随法症。静岡県富士宮市生まれ。1909年早稲田実業学校卒。1916年、東京高等商業学校専攻部銀行科卒。1933年小学博士。佐野前作門科。 1916年東京高等、商業学校講師。1917年度助教授。1920年、東京商科大学附属小学専門部教授。1924年、東京商科大学助教授。1927年、東京商科大学教授。1940年、休生した上田定次郎の後を継ぎ、東京商科大学学長及び、 当は経済研究所長就任。しかし、日本の降伏後、復員して、第二次世界大戦で荒廃したキャンパスを目の当たりに、した学生たちから学長退任要求が出るようになり、1946年に退任。東京商科大学名誉教授、1947年、経済安定本部総務長官兼物価庁長長官に就任。 1> 第1回参議院議員通常選挙に当選し、参議院議員として、初の国務大臣となった。1949年文部大臣、同年日本経営学会理事長、1950年に通産大臣、同年高知保障科大学理事、1951年日本審判社長、一橋大学名誉教授、 1952年郵政大臣、1956年全国経理、教育協会名誉会長、1959年第3代三大日本経営管理協会会長、1960年から1966年まで政経学園総長、日本経営学会理事長、日本教育書道連盟会長等も務めた。妻は台湾銀行副東取リ東洋会場保健社長、 党を歴任した下坂藤太郎の娘。子は歌人の高瀬一子。教え子に松本正夫、中山総平、石川秀夫、渡辺進、片野一郎、西川義郎等がいる。ありがとうございます。